よ、襖一枚隔てて今、小さな寝息を立ててる妹よ。お前は夜が夜が明けると雪のようなの花嫁衣装着るのか。あいつはとってもいいやつだから、どんなことがあっても我慢しなさい。そしてどうしてもどうしてもどうしてもダメだった。